長あの変えてくださいと、変えたらどうと言うということはですね、まあ、あれ冗談なのかね、あれ冗談なんだろうかと、もし本気で言っとったとすればなかなかのことですよこれ、まず一つはいわゆるコンビニでの、住民票交付あれについてはまだ2年ぐらいかかりますけど、これは、まあ、マイナンバーカードを使わんでもええようにということで、まあ総務省もこれは転換せんと思っとったんですか。これはマイナンバーカードというのはものすごい利権でございまして、あればで世界の流れと明らかに逆行しておりますんで、マイナンバーカードを使わずに、まあ、データでやったり、だから今ロサンゼルスこの間来た人なんかは、あの逆で運転免許証をそういうもののマイナンバーの代わりに使うと、運転免許証だそのデータしか入っとらんもんで安全だということなんだけど、まあ、逆にそうなっとるんですよ。そういうことだけど、まあ、総務省がマイナンバーカードなしでも、まあ、コンビニで住民票を出すようにします言ったもんで、これはまあ本来はマイナンバー自体が全体主義の道具ですから、あれは、うん、あれ保守だね、それ、あれこそ社会主義というか管理主義というか全体主義の道具なんで、でいかんのだけど、まあマイナンバーカード自体のまあ廃止しようという第一歩が、まあとにかく総務省のエレアもんで、まあ認めたもんで、ほんならまあこっちも一応そういう条件の中でコンビニでマイナ住民票が取れるようにしましょうと。そしてレーンがやるか、デア人あの話聞いとると、ちゃんとあの下から上がっとるんじゃあれ情報が、名古屋は実はもうちょっと時間かかるけど、今言ったようにね、いわゆるマイナンバーカードをやめればそれならまあ参加しますと言っておりますよ、でそのようにしましたので、名古屋からちゃんとそういうまあサウンドもいただいておりますとはずなんだけど、まあ全然そのこと知らんでしょ、あれ知らんのかわざと言ったのか冗談ギャグなのかと言わないで、そういうこと言ってきた人には市長を変えてくださいと言ってますけど、まあ要は別にあんまりね、わしらの権威主義者ではねえもんだよ、ああいうボン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 言うと怒られますけど、立派なご家系のよう政治そのものでずっと生きてきた人とは違うわけです、まあ、彼だけじゃねえけど、そういう人でもあれ全部否定とは言いませんけど、中にはええ場合もありますよ、これアメリカのケネディだとか、まあ、いろんなとこありますよね、うん、だけどまあその一応これ地方自治ということになっておりまして、憲法によって選挙で選ばれると首長ということになっとるわけです。で別に国の大臣と名古屋の市長はどっちがいるやという問題ではないんですよ、これは。そもそも市民の選択いうのも自分で言うのもあるんですけど、それは大きいんですよ、名古屋市民の選択いうの。だから変えたらどうということをね、あいに言うのはね、まあわしもよ、これは本当によ、根源的に頭の中がそういう、まあどういうんだこれ、管理主義なら国がの、まあ、大臣が一つの上におって、で名古屋市長というのは部下と、名古屋市長ないし名古屋市というのは下請けであると、そういうふうに思ってみえるんでねえかな思ってよ、これそういうふうになっていくといかんから、マイナンバーはいかんと言ったんですよ。要はまあああいう場所ですので、本当にわしだだしまいきゃ10人目の候補者として、本当にお前って、お前とは何考えとんだいって言いますから、これほんでなんか地方の地でやだいって、そんなお前さん大臣がですね、市民に向かって市長を変えたら変えなさいよというようなことを言うことは、まあ地方主権というか地域主権というか地方自治に真っ向から始まってよ、それは。そういうことが分かってほしい。
ほしいし、そういう発想の根底にあるのがこのマイナンバーシステムだということ。みんな番号つけとるとよ、優しい羊飼いみたいに見えるんですわ。牛か馬か羊みたいに日本国民が一人ずつ牛はここに身についてますわね。これ10桁だったかな、人は10桁、牛は19桁とはちょっと昔の、桁が違うから、人間牛は11桁か、まあああいうふうに見えるんです。そういうふうにどうも今の、まあ、他の自民党の方が言ったわけじゃないですけど、まあ、一応大臣、現職大臣だでね、そういうふうに国家から見ると見えるんじゃないですか。忠実な、まあ皆さん、牛かあんまりいてかんか怒るでな、そういうふうに忠実に、私らのまあ下請けのようなというか、そういうふうに見えとる恐ろしい社会の入り口ではねえかと、実はというふうにまあ思います。ぜひそれとジャーナリズムをなめとるかな。あんなこと言ったらね、もしアメリカであんなこと言ったらね、えらいことになると思いますよ。それは大統領ではねえけど、河野さんは、まあしかし大臣言うと内務長官だったか、人がですね、ロサンゼルスの市長に、まあ皆さんでやめにしちゃってくださいよなんてことは言わんと思いますよ、やっぱり。それは民主主義の根源的なものはやっぱり理解しとるからですよ、アメリカなんかは。これはやっぱり市民が直接選んだ人たちというのは大事にすると、まあ国とそういうのはまあ仲良くやっていくということを話し合ってやっていくのはいいけど、やめにしやということは言わんと思いますよ、それはジャーナリズムが舐められとるんだからね、というふうに思いますけどね。ということで、あえて日本国の全今1700自治体ぐらいですか、前3300だったんですけど、1700自治体の首長さんのためを持っていると、また怒る人があるのかなけど、あえて俺は公務としての記者会見の中で、やっぱり地方主権というか地方自治憲法の、ちゃんと守らなあかんという立場をここで主張させていただきました、お願いします。私は河野さんの部下ではありません。